さちです。こんにちは。今日のテーマは、私が感じたすごい気持ちがいい行為についてなんですけど、これがね、先日私が参加させていただいたある会に、いた男性の方がね、今日Vラインの脱毛してきたよっていう風に言ってて、で、その男性の方も全身脱毛してるんだけど、なんかね、Vラインだけしてなかったみたいで、で、もうほんと見た目もね、さすが脱毛してるなっていう、すごい、素敵な方だったんですけど、その Vラインをね、脱毛してきて、で、この状態で、これから恋をするのがすごい楽しみって言ってて、なんかそのツルツル同士でするのってすっごい気持ちいいんでしょみたいなお話になったんですよ。で、私もどうかなって考えたんだよね。で、考えたんだけど、私のパートナーもたまにねツルッとするのよたまにツルッとするんですよ。で、私はもう元々ツルツルなんで、それでパートナーとお互いツルツル同士でした時ってどうだったかなって考えたら、確かにめっちゃ気持ちいいんだよね。で、わかりやすく、ちょっとまだツルツル体験したことがない方にわかりやすくお話しすると、例えばさ、もうここの部分に、毛がある状態で、で、こうやってさ、スリスリやってみてほしいんですよね。スリスリする状態と、もう本当に、ツルツル、こっちもこっちもツルツルな状態でこうやってスリスリするのだと、全然感度違うんだよ。で、やっぱツルツルしてた方が、気持ちいいんだよね。でさ、たまに、ちょっと、こう、なんていうの、毛を剃ったりとか、バリカンで何ミリかに短くも買っちゃって、そのジョリジョリした感じがこう気持ちいいんだよっていう方もいるので、まあ、この好みだとは思うんだけど、ぜひね、お互いツルツルを体験したことがない方は、一回体験してほしいなって思う。ほんとこのね、やっぱさ、人の肌のこのツルツル同士って気持ちいいじゃん、ツルツルしてるのって。だからそれが、もう一番敏感、お互い敏感なところで、そのツルツルが起こってる。気持ちいいツルツル感がお互い敏感なところで起こってるって思うと、これね、ほんとすっごく気持ちがいいので、ぜひね、体験してみてほしいなと思います。で、興味がある方は、そのちょっと究極のジョリジョリ、何ミリかに買ってる状態のジョリジョリとかも体験してみてもいいんじゃないかなって。これね、人によってはね、痛いしチクチクするから嫌だっていう人もいるんだけど、なんかそれが病みつきなんだよねって言ってる方のお話も聞いたことがあって、私は挑戦してみたけど、やっぱね、痛かった。チクチクしちゃって、私は痛いの方が勝っちゃったんで、やっぱ私はツルツル同士の方がいいなと思う。このなんか肌の触れ合ってる感じっていうのがすごいやっぱ直に伝わってくるので、なんかね、気持ちがいいだけじゃなくて、その内面的な心の部分でもすごい触れ合ってるなっていう感じがすごくするので、ぜひね、お互いツルツルの、ツルツル同士の行為、まだ試したことがない方は試してみてください。でね、やっぱ男性の脱毛もね、私はね、結構おすすめ派ですね。女性によっては毛がないと嫌だっていう人もいるんですけど、なんかね、私は毛がない方が好きですね。なので、自分のパートナーどっちがいいかなっていうのを聞いてみてもいいんじゃないかなと思います。ということで今日は以上になります。評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。